海ですよ、房総の海。久々に千葉来ました。風もあるんだけど、ちょっとモフモフ忘れちゃったんで、結構風の音が入ってると思うんですけど、とりあえずもう夏の海じゃないですよね。今日もうどうだろう、25、6度かな。結構涼しいですよね。やっと涼しくなったって感じで、うわすごい、何十人もやってんじゃない、サーフィン。よく見ると、はい、皆さんこんにちは。今日はね、海に来ましたよ。房総半島。ここはどこになるのかな。九十九里と銚子の間ぐらい。あっちの方に、遠くの方に屏風ヶ浦っていうのかな。その辺のところがちょっと見えてると思うんですけど、そんなところに来ましたよ。風がすごくて波がね、荒いですよね。ということで今日も始めていきたいと思います。ということでですね、海を見に来たんですけど、なかなか風があってね、波も荒いんで、あんま塩かぶりたくないんでね、あれなんですけど。で、こんなところ、なんかね、海岸に入れたんで来たんですけど、行き止まりの可能性もありますね、ここ。そもそも地図に道が出てないんで、うわ、ダートだな。この辺は釣り人がいますね。まあだから車入れるから走っていいところなんでしょうけど、うわあ、ちょっと自撮りしようと思ってインスタ360もつけてんですけど、スタンジングしてたら自撮りも撮れないですよね。まあでもやっとね、秋らしい気候になってバイクに乗る気になりますね、これだとね。今日はね、天気もそこそこいいし、いいっていうか回復してきたしね。こっちもサーファーの人だな。で、これどっから帰れるんですかね。抜けらんないのかな、ひょっとして。戻るしかないのかな。ちょっと行けるとこまで行ってみますかね。うわ、これ札幌ナンバーだ。なんかどうです、この海の景色。海の景色があればね、え、黙っててもいいですかね。取れ高ある？ないか。海沿い走るだけじゃ。これが千葉の海ですね。外房ですね。今朝まで雨降ってたんでね、ちょっと今日は千葉はきついのかなと思ったんだけど、まああの午前中中に止むっていう話なんでね、出てきたんですけど、ちょっともうテトラポットが出てきちゃったから見えなくなっちゃったな、海ね。あー、ここもう行けないか、川か。ここまでですね。あー、じゃあこれで戻れるんだ。引き返さなくてもよかった。助かった。じゃあちょっともう昼過ぎてお腹減ってきたんでね、お昼を食べに行きたいと思います。やっぱ風強いっすよね。あの風車の回り方が半端ない、回ってますよあれ。あんなに回ってんの初めて見たよ。あの勢いで回ってますからね。明
朝日シティですね。この辺あれ W800 の竹子場さんのホームじゃないですか、ひょっとしてね。え、断りもなしに入ってきましたけどね。で、今日はね、この房総まで何しに来たかっていうとね、本格さぬきうどんのお店があるってね、香川の富士山からね教えてもらったんで、それで来てるんですけどね。香川のね、お店で修行された方がやってるってことなんでね、期待できそうなんですよ。っていうのは首都圏でね、讃岐うどんでうまいとこってなかなかないんでね、ちょっと香川で讃岐うどん食べちゃったもののね、あれとしてはやっぱね、本物に近いっていうか、本物の讃岐うどん食いたいじゃないですか。だからちょっと遠いんですけどね、こっちまで来ましたよ今日は。風がえぐいわ、もう上りもすごい、ちぎれんばかりにたなびいてますよね。あ、この辺飯岡海岸、バイクで走れるね、海岸が、千里浜みたいな海岸なんですけど、あれってこの辺なんですかね。さあ、そろそろですけど、今日ね祝日だからやってんのかな。やってないとちょっときついもんがありますけど、あ、讃岐うどんって書いてある、営業中だ、ここだ。よいしょ、この辺止めちゃっていいかな。若林うどんさんですね。なんか結構車が止まってて混んでるかも。はい、ということでですね、若林うどんさんで本場讃岐うどんを食べました。なんか人気店ですね。ご覧の通り街が発生してますよ。満席ですよ。よくあるセルフオーダー式じゃなくて、まあお店で注文するんですけど、あれですね、天ぷらもサクサク揚げたてで、うどんもね、さすが讃岐うどんって感じでしたよ。でポイントカードもらっちゃいました。結構遠いんですけどね、ここね。でも千葉に来るときはまた食べようかなって感じですね。で、まあ自分讃岐うどん食べるとき、だいたいキツネのね、ヒヤを食べるんですけど、比較しやすいんでね、だしとか麺とか、あと揚げとかね、まあ、当然天ぷらもそうなんですけど。で、若林うどんさんはですね、メニューにはきつねの冷やしってないんですけど、まあ、聞いたらできるよってことだったんで、まあいつも食べる冷やのきつねをいただきまして、はい、ということでね、今日は、千葉の房総までね、本格讃岐うどんを食べに来たという回でした。それではまた。ほんじゃねー。